これで勝者の犠牲になった人々は全員蘇るはずよ。全員？本当に？それってもしかして朝日も？本当か？ああ。あ、あの小娘のことなら分かっている。はい。ここに蘇る方が都合が良いのだろう。そんな、できるんすか？ここに蘇れるんですか？何でも言うこと聞いてくれるじゃん、ダグザ。ダグザの放った光の一粒がアスリたちの前に降りてくる。体ないじゃん。どうすんの？朝日！光の粒はアスリのよく見知った少女の姿をかたどった。朝日！おお、朝日くん、君、生き返ったのか。本当に？なんでナバールだけ生き返れねえんだよ。もう死後時間経ちすぎてるかな、ナバールは。なんで霊体、ナバールもなんか勢いで復活しそうだよね。ああ、なんか私も体に戻ってしまうぞつって、復活しそうだけど、ナバールだけは常に死んでるんだな。お帰りなさい、朝日ちゃん。朝日お帰り。え、本物だよな。変になってないよな。みんな。ごめん、私。ゴーグル、俺が持ってるもんな。朝日、よく食われたのに、戻ってこれるんか。ん？何を謝ることがあるのだ。そうだな、俺をかばって死んだんだぞ。君は彼を助けたのだ。そう。もっと胸を張っても良いと思うぞ。小ぶりな胸を張りなさい。うん、ありがとう。そう言ってもらえると少し嬉しい。ねえ、第一声がごめんねはちょっと違うよね。ありがとうだよね。朝日はアスリの頭、顔を見てから自重するような表情で口を開く。私ね、ナナシをかばった時、どこかで肩の荷が降りたような気がしてた。ああ、金魚の糞じゃなく、ようやくアスリの役に立てたみたいな、そんなこと思ってたのかな。死の間際に。なんていい子なんだ。もういいやって。私は頑張った。もう十分だって。いや、ハードすぎるって、朝日ちゃん。親父も殺されてんだからな。師匠、ニッカリさんも、先輩、ヤーマンも殺されて、親父も殺されてな。自分も死んでるしな。私は、みんなほど強くはないし、いつもみんなを頼ってばかりいたから。いや、俺結構朝日に頼ってたよ。イザボーいないときは。ずっと、私みたいな普通なやつが、みんなと一緒にいていいのか、不安だった。いいのよ。みんなの足を引っ張る気がして、ずっと、怖かったんだよ。ちょっとガストンさんからさ、訂正してほしいわ。綺麗になったガストンから、腰巾着というね、過去の発言を撤回していただきたい。そんなことなあ。気になるよ。気になるに決まってる。だから私、でもぶっちゃけ一番役に立つの朝日、まあ、トキちゃん、朝日ちゃん、イザボが3トップかなって感じしますけどね。魂だけになって死んだって自覚した後、あ、このまま死んでも悔いないなって。ちょっと満足感すら覚えてたんだ。いや、こっちはそれどころじゃなかったよ。お前 DS 閉じたんだからね、一回。ふざけるな。そうだそうだ、こうやってな、復活できない霊だっているんだぞ、ここに。ナバールがいつになく真剣な表情で朝日の前に出た。お、珍しい。君は私が見えていないだろうが。あ、そうだ。でもこれだけは言わせてもらうぞ。そうだ、まだまさか見えるようになってんじゃないか、これ。一度死んで、霊体、魂だけになったことによって、初めてナバールを目の当たりにしてるのかもしれない。期待しちゃうな。君は自分を強くないとか、普通だとか言って卑下していたが、私は見ていた。うん。何気にナバールもね、早い段階から一緒にいたもんな。君は誰かのために命を懸けられる人間だ。そうだ。君は、他人の幸せを願うことができる人間だ。おー、ナバールも成長したね。いや、このさ、メインキャラの中で一番成長したのはナバールかもしれん。ガストンも成長してたけど、ナバールかもな。自己犠牲だ、誰かのためだなんて、口で言うのはたやすい。うん。だが、それを本当に実行できる人間は、決して多くない。そうですね。君は確かに、他の仲間たちに比べたら、戦う力は強くないかもしれない。結構強いよ。だが、仲間を思う力は、誰にも負けていない。それだけはこのナバールが保証するぞ。あ、てか俺ナバールをカウントしてなかったけど、そうだ、ボス戦で一番役に立つのナバールかもな。ごめん、なんか3トップでイザボー、トキ、アサヒって言っちゃったけど、いや、1位は割とナバールかもな。ナバール強くなってたもんな、そう考えるとな。
いやでもいいこと言うじゃん、たまには。ナバール、と言っても私の声は聞こえてないんだろうかな。とか言って聞こえてるんでしょこれ。ナバールはクールな決め顔でアサイに背を向けた。変わってないなこいつは。せっかくいいこと言ったと思ったのに。クールに決めるな。あ、ごめん、私幽霊さんのことどういうわけか今は見えてる。やっぱり。なんだと。いやまさかこんなチンチクリンと俺たちが話してるとは思わなかっただろうな。びっくりだろうな。いや叱咤激励してくれてどうもです。まずこの初対面がこのね、超長ゼリフだからね。そうだな。嬉しそうだな、ナバール。私は本当の強さって自分の弱さを認めることだって思うの。そういう意味では朝日ちゃんは強いよ。だからそんな寂しいこと言わないで。そうね、自分が力が弱いことを自覚して自分にできることを模索した朝日ちゃんっていうのはな、なかなかできることじゃないですね。朝日は深くうなずき、仲間たちに向き直る。本当私なってないな。なってねえな。マスター、見てますか。私はみんなみたいに強くないし、普通で平凡で凡庸で人並みで。普通って何なんて話になってくるよ、そんなこと言ったらね。まあ、人間誰しもね、どこかしら自分のこと普通とか平凡とか人並みとか思ってんじゃないかな。足引っ張ったり役に立たなかったりしちゃうかもだけど、それでも頑張るから。そんなにヒゲするなっつってんだ。だからまたみんなと一緒に頑張らせてほしい。いいよ朝日。あ、失礼、朝日に片身のゴーグルを渡した。これ復活したばっかり、ちゃんと満足に動けんのかな、大丈夫かな。おー、しっくりくる。それだよ朝日ちゃん。それでも血まみれになってたけど大丈夫かな。血の匂い、いや朝日の匂いが香るゴーグルだったねこれね。え、長いな、どうした。見つめ合う二人。え、マジでどうした。え、ちょ、長いって朝日ちゃん。そんな、見つめんなよ、照れるだろ。ちょっと待って、これフリーズしたもしかして。おい、このタイミングでそんなことある。朝日がゴーグルつけた瞬間フリーズする。え、嘘、マジ、ちょっと嘘だろ。ちょっとここでやり直したらダグザ戦からだって。もういいって、フリーズすんなって朝日。俺の 3DS ぶち壊しに来た。俺が朝日が死んだ時に 3DS ぶっ壊さなかったからって。今壊すなよ俺の 3DS を。もう一回ダグザ分殴ってきます。まあ、普通にダグザ再生してたんですけど、さっきこんな選択肢あったっけ。だが所詮それはお前個人の力、仲間など本当に必要だと思うのか。必要だ、必要ではない、肉の壁として必要だ。いや、こんなのあったっけさっき。それでこそ私の一番弟子だ。あ、はい、ナバールは信頼を感じた。アシストゲージ上昇。おくめもなくそんな言葉が出るならお前は確かにそっち側の人間だ。いや、そうだって言ってんだよさっきから。私たちは仲間がいるから強くなれる。うん、仲間の存在が道を切り開く力になる。まあ、ただそうと言い過ぎなとこあるな、のぞみちゃんはな。あんま仲間って言い過ぎると、いやー、まあまあまあって感じであるけど、その人と人の関係って仲間だけじゃないからね。その、なんか仕事するにしてもさ、まあ、売る人と買う人がいないと仕事にならないしな。ゲーム実況もゲーム作る人、ゲームやる人がいて、そのゲームやってる人がゲームを実況してそれを見る人がいてみたいなね。そういう意味で、仲間っていうとちょっとまた、あれだな、違和感あるけどな。ダグザ、あなたにも分かっていたはずです。だからこそあなたは彼を。それダグザだって一人では神殺しがいないと自分の目的を達成できないわけだから、だから俺を使って神殺しにしたってわけだもんな。その時点で俺たちは仲間だったんじゃないのか、ダグザ。そこまでにしてもらおうか母が。お、これ以上この戦いに言葉はいらない。都合が悪くなったらこれだよ。終わりにするぞ、こそお前の全てを否定してやる。
はあ、あれ選択肢なんでさっき出なかったんだろう。速攻でなんか倒しちゃったのかな。え、ハマーじゃ、ロストヒットないそれ。うわお、迷子確定技、迷子確定技だよな。ロストヒットなんて言ってるぐらいだからロストさせるんだろうな。なんじゃこいつ、赤くなって、なんかさっきさ赤くならないで急に終わったんだよね。なんだったんだろうあれ。ディナー ER。 おお、仲間ストック戻し。よっぽどうちの仲間が嫌いと見えるな。なるほどね、終わりか。俺が自分の神殺しに倒されるとは。やっぱそうだよね、強くなった。だこそなんでさっきあの会話出なかったのか謎ですが、なんかいろいろ不具合が起きてますけど、まあいいでしょう。悪くはない。いやなんかこいつの気まぐれでさ、迷子にされたラクシミがかわいそうだわ。なんでラクシミ最後に迷子にしたんだよお前、かわいそうに。というわけでようやくここまで戻ってこれました。何だったんでしょうさっきのフリーズは。ありがとうナナシ、それとただいま。いやこれさっきスッと一発で聞きたかったわ、入ってこないわ。やり直してっから。おかえり朝日ちゃん。朝日の体に力がみなぎるですよね。ダゲン、覚醒朝日。覚醒の力、回復魔法の効果を大きく強化する。うん、いや素晴らしいですね朝日メイン。するでしょう当然。ゴーグルを装着した朝日は顔を叩いて気合を入れた。小僧、いつまでここに留まっているつもりだ。ダグザさん、話し方もうちょっとなんとか綺麗にならなかったですかね。この卵はもう孵化することはないが、それで終わりではないのだろう。いや干渉に浸る時間ってのがありますから人間にはね。久々に朝日ちゃんが復活したのよ。ダグザの言う通りです、我々にはまだなすべきことが残っています。クリシュナですか。クリシュナを倒し、フリンを救出して、宇宙の卵を破壊、やることいっぱいね。そうだね。さあ、すべてを決しましょう。おお、本当にじゃあこれで最後か。ラスボスはクリシュナってことでいいのかな。いやーそうですか、ミトラが張った結界の影響は消失しました。コンティニュー可能、よかった。トピックね。お、ナバールが2つ。私は信じてるぞ。君がこれを読んでいるということは、君はダグザの問いに何らかの答えを出したのだな。私は君がどんな答えを選択するのか分かっていない。君が選ぶ答えは君だけのものだ。本来私のような未練がましい幽霊が口を挟むことではないのは重々承知している。自分のね、立場をわきまえてるね、未練がましい幽霊。だがこれだけは言わせてくれ。私たちは皆は失礼のことを、君の選ぶ道が私たちが進む道と重なっていることを信じているぞ。おー、最後ナバールがまとめてくるんだね。まあみんな信じてるからこそこういうメールを送ってこなかったのかもしれないな。ナバールはちょっと不安だったのかもしれないね。朝日ただいま。なんか変な感じだね。私は確かに死んでたはずなのに、こうしてナナシと普通に会話ができてる。今ならいつも当たり前にできてたことがとっても大切なことだったんでわかるよ。まあ、俺も一回死んでるからね、冒頭でね。二人ともだから死んだことあるんだな。でも私結構かっこよくなかった？ナナシのことをバッて助けてさ、あれで私も無事だったらもっとかっこよかったんだろうけど、やっぱりみんなに悲しい思いさせちゃったよね。いやそうよ、普通に死んだと思ったわ。心配かけちゃったよね。でももう大丈夫だから、だからナナシこれからもよろしく。まあ、このルートだから助かったという感じもしなくもないですよね。ダグザルート行ったら朝日ちゃんを復活させる必要がないですからね、ということになってしまうんでしょうな、おそらく。ナバール、私は信じていたぞ。私は君なら大丈夫だと確信していたぞ。ちょっと心配してメール送ってきてたやん、2個前に。いや最初に錦糸町で君を見かけた時からアステリアやればできるやつだと思っていたのだよ。うん、朝日くんも無事に光ることができたし、全て良い方向に向かってるぞ。だが彼女が私のことを見えるようになってしまったのは有識事態だな。これでは覗き出しに行く。いや、なんでもない。覗いてたんかこいつ。道理であれだよな、部屋で休むときにさ、いやナバールは別にどこ行ってんだろうって思ってたけど、こいつ絶対朝日の部屋行ってたんだ。許しがて。
まあ、セーブをしたし、とりあえず進んでみるか。この先にまた戻るあれがあるかもしれない。ベンガピラーは日曜制のピラー。じゃあ行きますか。第六経絡ね。まあ、やっぱそうだよな。あるよな。お、今回直線だ。まあ、ここで一回戻って回復しましょう。で、あと飛ばされた落心目拾わないとな。中層弁だ、中層弁。一旦帰ります。回復に戻ってきたら、会話更新されてるんで、聞いてみましょうか、一応ね。うん、私一体どうした？ああ、そうか。魂が戻ってきたからみんな目覚めたんだ。あんたたちが起こしてくれたの？今まで死んでたっていうのはもう覚えてないのか。そりゃそうだよな、うん。私はどうしていたのだ。何やら意識が飛んでいたような気が。記憶ないんだね。なんかちょっとね、朝日ちゃんは魂になった時の記憶持ってそうな感じしたけど、もうシュッと抜かれた、なんか苦しみもせずにシュッと魂抜かれた奴らは気づきすらしてないのか。私一体、一体何がどうしたんだ。なんだか長い間夢でも見ていたような。よし、おかしくなってた町の連中が正気を取り戻したぞ。お前らのおかげなんだろう。本当によくやってくれた、感謝する。お、ちゃんと気づいてる奴もいるんだね。こいつは魂抜かれてなかった奴かな。いや、ああ、何も覚えていないんだ。抜かれてる奴はもう何も分かってないな。女侍、私は一体、ちゃんと戻ってきたね。よかったね。侍のお姉さんが起きたよ。よかった。よかったな、女の子。お、え、魂になっていた時、宇宙の卵の中で死んだ弟だったんだ。ジュン。弟の体はもうダミに伏しちまったから、生き返ることはできなかったが、ああ、あ、じゃあやっぱ死体がないとダメなんだ。じゃあだいぶ前半に支援者に食われた連中ってのはもう死体を処理しちゃってるから、死体がなくて生き返れないんだ。これでちゃんと弟と別れができた。そこだけは多神連合に感謝だぜ。感謝ってのもちょっとな、おかしいけど、そもそも多神連合がいなかったら弟も死んでないしな。そっか、魂再会できても復活できないやつもいるんだ。じゃあよく朝日ちゃん無事だったな。ゴーグルがあったからなのかな。ちょっとわかんないですけど。ちょっとアスリー、私何もしていないでしょうね。そんな AV じゃないんだから、するわけないでしょ。あと、朝日も復活した。あ、そっか。朝日が死んだことすら知らないんだ、この子。まあ、それはよかったか。まあ、基本的にはやっぱりなんかぼーっとしてたな、みたいな感じですね。すべての生命が資源に帰る夢。お、そんなの見てる奴もいる。お前らの噂すでに耳に入っている。よくクリシナを撃ってくれた。あれ？あ、ちょっとこれ先に来ちゃまずかったですかね。あ、まだなんですけど、あら、ちょっと先にあんまりここに戻ってくるやついねえのかな。ちょっと一応銀座来たし、一応銀座だけ聞いてもらって、あとやめとくか。あ、あ、びっくりした。こいつだけ戻ってきてないのかと思った。なんだお前らか。悪いけど二度ですからどっか行けよ。なんだこいつ、俺たちに助けられといて。フリンが偽物だったなんて正直ショックだわ。そうだよね、本物はまだあの卵の中なんでしょ。頑張って助け出してあげてね。ああ、合ってる合ってる。あ、さっきのやつが勘違いしてたのかな、クリシナ倒したって。そうだよな、勘違いだよな多分な。そう、フリンはまだ助かってすらいないからね。よかったよかった、大丈夫っぽいぞ。どうやら、いや、もう俺が救世主とか呼ばれ始めてるよ。筋肉じゃねえよ。町の連中が元に戻り始めたぜ。でも救世主はちょっとな、あんまりいい響きじゃないな。ちょっとオカマから一言もらいましょう。あちこちで魂を抜かれた人たちが正気を取り戻しているわ。これはあなたが戦ってくれたからよね。ありがとう、坊や。おかま。ありがとう、おかま。あ、そう、こいつ抜かれてたのか。あ、寝てる時に旦那と会ったわ。支援者に食われた旦那ね。あれは夢だったのかしら。あー、じゃあこの旦那さんも復活できなかったパターンか。旦那は体がもう、多分処理しちゃってたから、ダミに振っちゃったから、戻ってこれなかったのか。あ、塞ぎ込んだ女のお兄さんも戻ってこれてない。え？魂を抜き取られたみたいになってた人たちがみんな意識を取り戻したみたいなの。なんだかほっとしたわ。彼が起きてくれて私本当に嬉しかったの。あ、そっか。この女性はずっと起きてたんか。じゃあお兄さんとは再会できずか。そうか、俺たちは多神連合の罠に。また彼女を一人にしてしまうところだった。兄貴復活できず。そう考えると、朝日ちゃんが復活できたのは結構なんかな、都合がいいというか、若干のご都合主義をちょっと感じざるを得ないところあるな。ただ結構復活できてない人が多いわ。その、
支援者にさ直接ガブガブって食われた人はもうほぼほぼ復活してないね。女の子大丈夫かな。こんにちは。あ、アスリだ。ねえ、熱さみんなが起き出したの。これってアスリのおかげでしょ。ありがとうね。かわいい。俺が引き取るかこの子。一緒に育てようか、アサヒちゃん。ほとんど何も覚えていないのよね。ただ起きる直前、とてもいい声の人に声をかけられた気がするの。池田さんですかね。池田さんことダグザですか。あれは誰だったのかしら。でもダグザが起こしたっていうことだから、おそらくダグザでしょうね。まあ、いい声には間違いないからな。まあ、会話はそんなにあれですね。バリエーションはなかったですね。やっぱり魂抜かれていた人が、あ、ぼーっとしていた、つって。抜かれてなかった人が、ああ、戻ってよかった、っていうね。それぐらいでした。パターンとしては。では行っちゃいましょう。第六経絡。じゃあ直線登っていっちゃいますか。怪しい穴ですね。心臓部。おー。いきなり苦しなったわけじゃないんだな。でも魂が抜けちゃった卵だからね。あ、でもなんか、でもドクドクしてんな。心臓部、本当に心臓みてえだな。脈動してる。気持ち悪いですね。では行きますか。心臓部。まがまがしい重圧と張り詰めた異様な空気を感じる。この先何が起きるかわからない。準備を整えておこう。もうラスボスですよ、みたいな言ってるようなもんだよな。行きますか。何が起きるかわからない。おお、いるじゃん、フリン。来たか。いよいよ、うわ、後ろ心臓だな、ほんとにな。クリシュナ、卵の中のアストラル体は全て解放した。あなたの計画は崩れ去ったはずよ。な、もう降参してもいいんじゃないか。もうでも後に引けないか、クリシュナもな。なるほど、そうだね。どうするつもりなんだろう。せっかく肉の檻から解放した魂たちを。また檻の中へ戻してしまうと。おかげで間もなく満月だというのに、これでは宇宙の卵が孵化できない。できないな。じゃあちょっとフリンも解放してもらって諦めて帰っていただいたらいいんじゃないかな。だが僕は救済を諦めたりしない。はあ。満月は何度でも巡る。また次の満月まで待つってことか。お前まだこんなことを続けるつもりなのかよ。なあ、これでも支援者卵になっちゃったけど、また卵から支援者に戻んのかな。人間は輪廻し、何度でも現世に転生する。これは覆せぬ大いなる断りによるもの。大いなる断りか。だが現世を地獄にしているのは契約の神、他ならぬ。まあ、転生してるってのがね、そもそも我々にとってはそんな馴染みがないんですけど、まあでも転生してるんだろうな、フリンとかナナシを見る限りな。奴は自ら作った今の宇宙、人間の苦行の場としたの。苦行の場。仏教的に考えたらね、人間生きてるだけでずっと苦しみしかないって話になってきますけどね。苦行を乗り越えた者だけを救うとのたまい、人間に依存と服従を強いている。ちょっと仏教的だな。そのために奴はルシファーを作り、人間を惑わせ迷わせる。なるほどね。ただ秩序に貸し付くだけでは迷いがない。ただ混沌に身を任すだけでは苦しめない。その相中で人間が苦しむように仕向けたと。天使という秩序と悪魔という混沌があり、対となることで初めて人は惑い迷う。なるほど。人は契約に縛られ、依存し、服従し、屈辱と受難に耐え続けた。まあ、日頃生活しててさ、いや屈辱だとか受難だって思ったことはないけど、まあ、この世界の住民は確かに屈辱とか受難とかを感じているかもしれない。まあ、苦しんではいるかもな。だがそんなものはただの虚栄に過ぎない。虚栄。君たちは愛のない苦行を強いられている。それはあまりに哀れだ。ほう。だから僕は君たち人間を救済しようとしている。なるほどね。なるほど。僕の救済こそが最も愛に満ちているのだ。いや、怖い怖い怖い。その愛もちょっとまた変質的すぎるけどね。それが新しい宇宙を作る理由。聖者で人を殺し魂を奪ったわけ。そうだね。人が救われるためには必要なことだ。集めた魂は
僕と合一することで天性の輪から脱することができる。まあ下脱するっていうことなんだろうけど、まあこのヤハウェイの作った天性の輪から脱するっていう意味ではちょっとホワイトメンにも近いんだけど、ホワイトメンは人間の意思のなんていうかアポトーシス的な自浄作用的な部分、人間の意思にね絶対存在する共通意識みたいなものだったんだけど、多神連合はもう無理やり僕たちが救ってあげるよっていうね、ちょっと恩着せがましいというかな、余計なお世話感が強いんだよね。大いなる一つとなることで人は救われるんだ。大いなる一つか。そんなこと私たちは望んでいない。そういうことなのよ。少なくともあなたに取り込まれるなんてまっぴらごめんなの。な、クリシュナと合体しちゃうわけだからな、ちょっとまっぴらごめんですねそれはね。嫌われたものだな。お？だが彼なら受け入れてくれるだろう。誰だよ、もうダグザいねえぞ。クリシナはハリス系になっているフリンへ視線を向ける。フリンが？フリン、彼は奴の犠牲者だ。奴の一人芝居に巻き込まれた哀れな魂。まあ、フリンは忙しいからね。まあ、ナナシもそうなんだけどね、フリンメガテン4の時ないろんな時系列を渡り歩いてたりしますからね。彼の苦しみは僕の愛に応じ神殺しとなることを受け入れるだろう。いや、フリンは受け入れないでしょう。どうなのフリン。お、解放された。クリスタがフリンに手を触れるとその手はそのままフリンの中へ潜っていく。ズブズブズブってフリンに入っちまうのか。おお、クリスタが入った。やがてクリスタはその体すべてをフリンの中に溶け込ませた。え、中に入っちゃった。フリン、え、フリンとクリシナ合体どうなるの。イザボの声にフリンの女神開き、次の瞬間フリンの体は光に包まれる。フリンと戦うんか。じゃあそれはちょっと嫌だけどな。